さあ、昨日の福岡プレーオフではタイガースから小山選手もね、このホームランダービー登場しましたけれども、残念ながら昨日敗れたロス、その壁を返せるか、佐藤選手が返せるか、皆様打球の行方にはくれぐれもご注意いただきたいと思います。残り1分止めます。現在ホームラン1本、2本目がなかなか飛び出さないな。あれは高橋が当たったあたり、残念ながらスタンドに届かない。ちょっとフィーリングが悪くなってきたか。中野選手、いいボール投げてくださいよ。どうかな、大きな球、ここに下がないとスタンド、どうか、届かない、フェンス直撃。こんなまんまんまいな、どうかな、この辺はちょっと低いか。残り30秒、きっと35秒。さあ、ホームラン1本からなかなか2本目が出てこない。残りは15秒。さあ、残り1球となるか、残り5秒。そこまで。マイナビオールスターゲームホームランダービープレーボール。豪快な一撃はホームラン。さあ、もう一本、7番点で勝負ありとなります。これは高く投げた打球、フェンスまで届きません。高めのボール、森友哉選手、もうちょっとゆっくり、今度は引きすぎた。ホームランダービープレーボール。
2本のホームランでした。3本放てば準決勝進出が決まります。レフトポール際のバンカー、まず1本目、またまた行った、ホームラン、これで追いつきました。あと1本打てばその時点で決着というところになります。さあ打球が上がればスタンドまではピンポン玉のように飛ばすことができるレアード選手、どうだ、低い弾道、左中間スタンド、どうかな、届かない。さあここまで2本の寿司をもうすでに握っています。レアード選手、勝ち進めばきっとフォームを見せてくれると思いますが、どうかな、レフトスタンド高く上がった打球は届かない。残り1分を切りました、残り1分を切りました。これも高く上がった打球、フェンスの手前。さあ2対2、現在2対2、どうだ、左中間手応えはどうかな、入った、3対2、ゴール。さあ豪快なスイング、レフトスタンドから代表目が聞こえてきました。浅村英子選手の応援、かつての同僚森友哉選手がピッチャーを務めます。初戦ではタイガースの佐藤輝明選手に競り勝ちました浅村選手。
清宮選手のボールが一球で外れた。今度はローカー、さあトップを変わってこの松山、平平ドームのバッティングは違うのか、豪快なスイングとなりました。どうだ、高々と上がった当たり、ライトスタンドを超えた、フェンスを超えてホームラン1本目。柳田選手、この愛媛松山のチーム、いやフルスイングが素晴らしい。球が上がればスタンドまではいとも簡単に運んでいくであろう、そんなスイングを見せてくれています。ここまで2本、これはどうかな、ちょっと低いか、残り1分、打球の行方にお気をつけください。もう一本放てばホームランキングとなります。